まあ、昨日僕たちがあの、まあまあ、ゲームが、まあ、昨日も勝って、まあ、今日迎えるにあたって、まあ、僕は自分たち の, その、まあ、大切にしないといけない部分大事、まあ、あの彼らに言ったのはもちろん岡山さんの一部なんですけど、あの僕たちは前節の湘南戦も同じような今日と同じような少しゲームになってて、でもゲーム2はできなくてっていうので岡山さんありきなんですけど、ただ先週の、まあ、自分たちができなかったことに対して、まあ、一つできるリベンジができるあのチャンスじゃないと、まあ、だったらしっかりリベンジして、ま、自分たちのバスケットはしっかりできるようにしないといけないねっていう話をして、まあ、今日しっかり勝ってくれたので、はい、よかったなと思います。あのリバウンドに関しては、まあ、少しずつですが意識は上がってると思います。特に昨日自分たちのディフェンスリバウンドっていうのが初めて日本人が半分ぐらい取ったのかな、うん、やっぱり日本、まあ、別に外国籍日本人負けるわけじゃないですけど、やっぱ日本人選手がやっぱリバウンドを多く取るチームっていうのは僕の中で強いイメージがあるチームなので、まあ、それは少し本人たちも意識づけというか分かってきたんじゃないのかなっていうふうに思います。ボールへの執着っていうか、まあ、昨日もここで言ったみたいに、あ、僕が彼らに言ってるのはワンポゼッションワンポゼッションにやっぱり自分たちが本当にどれだけこうやりきれるかで、何をやるかっていうのは自分たちのコンセプトをワンポゼッションワンポゼッションしっかり積み重ねて、でそこをこうなんていうんですかね、5人でやる、でもちろんベンチのメンバーもいますけど、誰かがこうリードするじゃなくて、その自分たちのコンセプトを主導的にチームにしっかりこうアプローチしていくっていうのが、僕は必ず絶対必要になってくる、まあ、それをこう続けていくことが一つその成長になる、でその成長っていうのはポストシーズンにつながると思っているので、まあ、彼たちはまあ、もちろん時間もかかります、必ずかかるんですけど、まあ、ここまでやっぱりワンポゼッションとか1回のオフェンス1回のディフェンス1回の自分のプレーに対して事細かく言われたりとか、そこに対してこうコメントされることがあまりなかったので、まあ、まずそこに彼たちは今慣れていると思うので、それをさらに彼たちは選手なので行動の中で表現する、そこまでが一つのパッケージだと思ってるので、まあ、それがちょっとずつできるようになっていけば、はい、いいかなと思ってます、はい、で、まあ、拓郎に関してはまあ、かっこつけたかも言えないんですけど、その拓郎の日だから最後、うん、こんなゲームになったとは言い切れないんですけど、まあ僕も去年彼と一緒にここでコーチ選手でやって、で、まあ、彼去年は怪我もしてしまったりとか、まあ、いろんな背景があると思うんですけど、まあ、一つのチームに、僕これ自分の持論なんですけど、やっぱ一つのチームに長期的に在籍できるっていうのは僕は本当に素晴らしいことだと思ってます。だから香川で7シーズン、選手としてプレーしたっていうのは他にもないことだと思うので、だからこそやっぱ香川の皆さんに愛されてるなっていうところと、本人も引退するんであればやっぱりこの香川の皆さんに何か自分ができることっていうのでこの道を選んでくれたと思ってます。で、まあ、もちろんこの道っていうのは本当に選手とはまだ全く別の道なので、多分本人も今自分が、次どういうキャリアを歩めばいいかっていうところも考えながら今試行錯誤してると思うんですけど、まあまあ拓郎は拓郎なんで、まあ、ああいう子なんで、だから僕はもう拓郎らしく、まあまあ日々、うん、まず目の前のことをしっかりこの1年やって、でまた、うん、なんていうんですかね、まあ、若い子だったりとか、本当に、まあ、でも結論は香川ですよね。香川のために、彼がもっともっとできることたくさんあると思うので、はい、これからも香川に携わっていけるような人材になってほしいなっていうのを思っています。